りください。ドアを閉めます。ご注意ください。Thank you.
いいですか。大丈夫。あ、そうですか。でもどうぞ、はい、どうぞ。はい。ただこの、こういう情報を送信したり受信したりする装置はですね、もちろんここが世界で一番大きいんだけども、今はもう使われてないんですけどね、まだ実に言うともっと小さいけども、よく見たのが使われてるところがあるんですね。これはスウェーデンなんですね。スウェーデンにはまあそれは世界遺産になっちゃってるんですけど、でそこには同じようにこういう高周波発電機というのがあるんですけど、あれまたこれとちょっと別のタイプでですね、もっと小さくてスリムな形なんだけども、これはまだその技術、こっちはまあ時代も早いんですけども、大きい形ですね、出てきてます。もうカメラは 3G なんだけど、レンズが2つあるので。あ、そうですか。立体的に見えるんだよ。電気が余った時代があったんですね、電気の技師がいたりして、それの方たちがですね、その海水からその電気を使って、塩を作るような、そういう設備があったらしいです。Thank you.
ここら辺にあるの。こちらね。ああ。これはこれなのかな。まだ当時は真空管もまだ出てない時代だもんですから、こんな大きな真空管の原理まだ出始めのはですね、出始めっていうか、この送信所ができた時はまだなかったんですよ。途中でこの真空管が出てきた。富士山があったりは、富士山の鳥居か、あれやっぱり日本の特徴をちゃんと表してますね。こういうの立体的に見えて自分は面白いと思うんだけど、みんな見ないんだ。これね、おいくらぐらいするって言ってました。これ5万ぐらいするかな。よさみ送信所記念館前に保存されている25メートルの鉄塔は、2号鉄塔の基部と頂上部分を合わせたもので、当時鉄塔があった場所にそのまま残されています。よさみ送信所記念館に保存されている高周波発電機と、それを動かしていた直流電動機は、2005年12月に記念館に移設されました。重さ38トンの発電機は大型クレーンで引き上げられ、移動用の台座に移されました。ワイヤーで引っ張られながら外に出た発電機、およそ80年ぶりの外出です。再びクレーンで引き上げられ、輸送用のトレーラーに。長い間過ごした送信所を離れ、新しい居場所へ向かう発電機。短い道のりには、発電機がやってきた頃とはすっかり変わった刈谷の風景が広がります。新しい居場所、よさみ送信所記念館に到着です。据え付けには特別に設置されたリフトが使用されました。続いて直流電動機の移設です。記念館に到着した電動機、クレーンで引き上げられ、元通り発電機の隣に据え付けられました。2006年4月、送信所の解体が始まりました。
送信所っていうか、うん、上に上がってったね。上はね、なんかあの渋沢栄一が、あのちょっとね、会社最初作ってて、後継したみたいな、うん、ズームできるもんで情けないな、これ。ズームできたらもっと。ソニーのカメラだったらズームできたのになぁと思って。ソニーのカメラね、今年の2月29日で、あの29日ぐらいな、去年だったかな、うん、3D のあのアップ、ソニーの方でね、 3D のデータをあの編集しても戻してくれてるんだけど、うん、編集ソフトあれもうやめちゃったもんでね、うん、3D 変換がもう去年で終了したもんでね、そういう終わりの頃になったんですか。もう14年ぐらい経ったから、うん、もうやめたんだよ、そういうので、うん、自宅で、ね、あの編集して 3D をあのネットで向こうでほの設備で変換して戻してくれって言ってたんだけど、もうやめちゃったもんで、なんぼ 3D で撮っても変換できるもんでもうダメなんだよね、うん、で仕方なくこのカメラ買ったんだけど、うん、情けない、このカメラは、うん、ソニーのカメラでもうちょっと使いたかったんだけど、もうやってないもんでね。これはソニーじゃなくて、これソニーでね、中国のカメラ。あ、中国のカメラ、うん、だからもう日本やめちゃったもんでね、撮りたいけどもう撮れんねんもんで、仕方がなくこのこれ入れといてる。あ、2回行ってみるかな。国際通信を発展させた、うん、渋沢栄一。なんだこれ。